また仕事をつけられたの？おいや。地味な派遣 OL 高梨レオン。お、引き締まってんね。年商500億女好きのワンマン社長朝比奈レオ。何もかも正反対の2人が入れ替わったら、うわっ、お前、私たち入れ替わってる？おなんじゃこりゃ。どうせ元に戻れんだよ。私は本当は女で。あんたちゃんとすればきれいよ。またのところがスースーする。私のブラのサイズトップ83の D カップ。なんであんたが知ってんだよ。ずっと気になってたんだ。好きだ。我が社は生まれ変わる。嘘、俺だ。弁当のことちょっと褒めたらコロッと。あんたの元彼でしょ。え、私草川が社長代理を務めます。こいつらにはめられたのか。入れ替わった2人は会社を取り戻せるのか。おお、待って、一体何企んでんの。女って面白い。私の体で勝手なことしないで。じゃあ俺の体を利用しろ。私は朝比奈レオよ。だレオン、ダメだ、俺こいつになら何